変わりまして、任期満了に伴う五島市長選挙は昨日投開票され、新人で元国会議員秘書の井出口太志さんが初当選を果たしました。バザーイ、バザーイ、バザーイ、ありがとうございます。現職の野口市長が立候補せず、新人3人の争いとなった五島市長選は、野口氏から事実上の後継指名を受けた井出口太志さんが時点に3000票近い差をつけ当選しました。12年ぶりの新市長誕生です。私は井出口太志は五島の皆様お一人お一人と手と心をつないで五島を元気にします。私は島民割引と農産物水産物を本土まで輸送する際のコストに対する補助金、これをきちんと続けていきたいと思います。五島市は今大変良い流れにありますので、この流れを止めることなくですね、さらに五島市の発展させていく、もうこれにつきます。当日有権者数は29,317人、投票率は 60.41% で、4年前の前回を 1.07 ポイント上回りました。